はいどうもゆきです。今回はパワポケ13の青髪のこの子のイベントを見ていきたいと思います。主人公と同じように1年目に本校から落ちてきてしまったこの青髪の女の子、実はね可愛いって評判なんですけど、何回かイベントがランダムで発生するんでぜひ最後まで見ていってください。まずは1回目です。おはよう。おはよう。ねえ、あなたも本校から落ちた生徒だったよね。え、ああそうだよ。私も1年の1学期だけは本校にいたの。あそこってすごかったよね。うん、食堂も全部タダだったし、うん、校舎も綺麗だったし、掃除なんてしなくてよかったし。ねえ、どうして私こんなところにいるのかな。そりゃテストの点が悪かったから。そうよね、それは分かってる。全部自分の責任だもんね。私ね、中学校の時の友達に会った時には本校にいた時の話をしてるの。みんな羨ましがってくれるよ。本当はこんなところで鶏の世話や雑草抜きやってるって知ったらきっとびっくりするよね。私さ、中学の時は学年で一桁以外の10位になったことなくて、だからみんなすごいねって言ってくれんだけど、そんな自分が耐えられないくらい惨めで。勉強しろよ。それしかないだろ。無理よ。カリキュラムも勉強の進み具合も本校と全然違うんだもの。一度落ちたらもう無理なのよ。今の日本社会みたいだな、コングロって。ある意味教育的にはね、社会になれるっていう意味では合ってんのかもしんないね。野球部頑張ってるね。うん、何か手伝えることない？え私がここにいる理由が欲しいの。ダメ？もちろん来い。ついでに俺の女になれ。いやいいけど。木村？ええ、そうね。雑用はいっぱいあるわよ。大変だけど手伝ってくれる？よろしくお願いします。うちの学校独立しちゃったね。ああ、うん、野球部のおかげだよね。まあね、中学校の友達に全部本当のこと言ったの。コングロ高校で落ちこぼれて今開拓高校にいるって。え？呆れられちゃったけどそれでもいいの。鶏の世話も悪くないって思うようになったし、甲子園絶対に行ってよね。うん、頑張るよ。彼女なれよ。